クレープ食べたいな。早く順番回ってこないかな。はいはい、よし、やっと来た。乾杯。あ、おばあちゃん大丈夫ですか。ピッピ言ってる。え、何もできないな。ん、なんかゲットした。何これ。え、おばあちゃんこれ乗る。うん、乗った。え、グラシャ、はっ、いちご。あ、車詰まってたんだ。なんか来た。クレープ屋さん、ライバル。こんな2台並ぶことある。あ、開いた。どうもどうも、やった、一番乗り。え、こっちのクレープの方がいいじゃん。ラッキー。え、しまった。あ、並んだ。何やってん。お祭りに来ました。あ、リンゴ飴ゲット。あ、お金ないじゃん。え、どうしよう。財布ないってことでしょ。リンゴ飴取っちゃってん、あげちゃってん。お店の人は来たー、怖そうな人。毎回よね、これは。これ女の人、なんか髪の毛いじってるね。なんかできるそう。ん、金魚すくいのとこよ。これこれ、メガネ、虫メガネ。ん、あ、なんか一個だけちっちゃい。これ何。あ、髪飾りじゃん。これをね、渡せばいいんじゃない。これ、何百円かで買いません。あ、ん、分かってくれた。ありがとう。でも、もともとそれ屋台になったやつだけどね、髪飾りも。釣りに来ました。あ、自分釣ってる人がいる、助けてあげよう。よし。え、ちょっと待って、下手くそ。ちょ、引っかかって、やめろやめろやめろ。落ちた。あ、ナイス浮き輪、ありがとう。もう下手くそ。お下は？お、でかいのがおるじゃん。あ、これ餌ついてないね、プリちゃん。ん？うわ、取られてるじゃん。え？あ、消えた、消えた。この隙に、あ、ダメだ。はい、これどっかにこいつらやって、今のうちに釣るってやればいいかなって思うんだけど。あ、こういうカモメ2135ってさ、2,1,3で触ると、あー釣れるんだ。で、この魚を使います。餌ついてないからね。ここに刺すと、ほらほら、そこの変なの、おいで、ほら来てる。で、これで釣れると。やばい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 、小さい小さい。オッケーオッケーオッケー、引っ張りね、引っ張り、来たー、カジキマグロ。おー、しげー、お寿司にして食べてる。カジキマグロちゃん、これカメちゃん勝てるんかな。あ、こけた。あ、ごめん。これじゃあカッパさん、なんか持ってるね、お水。で、右行くと人参あります。ってことはこれを水やれば、おー、収穫。この人参で、負けてくれません。あ、ちゃびた、負けるよ、ちゃんと頼んだぞ。ギリギリ負けてくれればいいからな、少々。何普通に勝っとんねん。負けろって言ったじゃん。人参のお水やるじゃん。この後ね、また戻ってくるんだよ。ってことはさ、これさ、お、やっぱり、でかっ。え、どこまでいけるんかな。でかっ。お、で、このでかいやつだったら、負けてくれるんじゃない？ほら、でかいのよ、ほら。ほらほら、これでちゃんと負けないよ。あ、寝るんかい。お腹いっぱいになったから寝るってこと？そういうことか。じゃあ、行ってきます。はくてーん、イエーイ。赤い物にやってきたじゃん。さて何、あ、ステキガルちゃん食べやー。あー、うめーうめー。あ、ちょっと食べ過ぎじゃない。ちょ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 、あ、見つかっちまった。あ、ディエン、これさ、タイムセールあるね、お刺身。え、でもこれタイムセールまだ始まってなくない。あ、しまった。誰か来た。なになに。え、なんもないけど。あ、タイムセールの時間減ってる。ってことは、あ、また増えた。これでタイムセールの時間減った。ってことは、あと一回かな。うー、なにこれ。おばちゃんたちどっちだ。あー、サイン会。あ、タイムセール始まった。半額、半額。よし、いっぱい買っちゃおう。イエーイ、お刺身じゃ。てってりーん。あ、お年玉だ。5000円か500円か。うーん、じゃあピンクで。あ、
当たりか。どん、外れたか。緑か。じゃあ緑に入ってるってこと。簡単じゃん。え、あー、なるほど、謎解きか。あ、これみかんないね、鏡餅に。みかん、みかん、みかん。あ、ちょ、え、なにこのボタン。ん、ボタン、なんか使うんかな。え、こたちの中にみかんあるんだけど。え、じゃあみかん、はい。え、ボタン、あ、ついた。あ、ってことは、あ、上のやつついてる。あと1個ってこと。あと1個は、あ、掛け軸においだ、発見。え、おばちゃん、あ、お金両方入れた。ってことは、当たりってこと。ゲッター。ドラキュラになったじゃん。あー、お腹減った、チーズってやん。あー、おい、やられた。お腹が減って力が出ないよってことか。あ、冷蔵庫なんか入ってる。うわ、ニンニクってドラキュラ苦手なやつじゃん。うわー、くっちゃ。あー、やられた。だったらさ、上の方、上両方ダメだ。じゃあ、外なんかある。ん、傘。あ、太陽光に弱いからか、ドラキュラ。じゃあちょっと傘させてもらって。あ、トマト、そういえばミキサーあったね。え、血じゃないけど、これトマトジュースだけど、これ、これでいい？大丈夫、それで。あ、いいんだ、そんだし。え、ラッキーボイってドラキュラだった。シャーキーを切るぞ。あー、滑った、しまった。あー、お喉落ちちゃったよ。あーなー、さしたわ。おい、何寝てんだよ。これあれでしょ、あなたが落としたのは昨日のですか、昨日のですかってやつでしょ。ほら、起きろ。起きんのかーい。起きた、起きた。よしよし、おい、寝るんかーい。これ外行ける。行けた。女神のいい家いい家なのか、ここ。あ、取れた、いい家取れた。あ、はいと家で答えるってこと。起きら、起きないね。これピンポンあるじゃん。オッケー、鳴らしてやな。ほら、起きら、起きた。あ、来た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 。早っ、着替えるの早っ。うんうんうん、昨日鬼落とした。あ、やっぱりイエスになってる。これでいい家にすればオッケーなんじゃない。違うよ、やった、金の盾ゲッター。あ、日本二刀流だ。ウェー、日本ゲッター。運動会です。さあ、借り物競争ですね。じゃあとりあえずこれ取ろう。ライオン、え、借り物競争でライオン、無理じゃね。あ、あー、猫、天才か。どこね、ライオンだよ。ダメなんかい。こっち行けたんだけど、なんかいっぱいおるね。女の子、あ、触れない。猫、泣いてくれた。これも変なのはこれが一番気になるんだけど、ここに取ってみるか。これはバラ、しかも青色。あ、なかったってことかな、青いバラ。あ、ライオン猫、てか女の子もなんかおった。よし、ってことは女の子が正解ってことは赤色が正解かな。これ女の子、ハート、好きな人ってこった。ちょっと来てや。プチン、痛い、ひどい。でこれピースしてるじゃん、変な人形。これ左上見て、写真撮るとゲッター。というわけでこの写真を机に置いて、よし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 、よし、こいこいこい、ついてこい。イエーイチー。あら、犬ちゃんが捨てあるしているだ。雨に濡れてるかわいそう。ちょっと母ちゃんに貸してあげる。じゃあ濡れる、早くな、風邪ひいちゃった。いや、そうだ、なんか持ってっかな。お、肩回収しちゃった。え、濡れてる。あ、あ、うちで買うってこと。あ、隠れて、え、これお母さん見つからないようにってこと。あ、あ、ごめん、ごめん。お、雷やった。ん、ランドセール、ランドセールなんかあった今。時間経つと雷が鳴るから、その間に紙をパッパッパッってして、スマホ取って電話して親呼ぶ。あー、違う。ん、友達。あ、友達に犬飼わないかで聞くの。あ、ダメだ、これ最後にしよう。誰よ。え、お医者も一緒に飼ってってこと。いや、ん、オッケーってこと。あ、おじさんも一緒に頼んでくれたってことか。あ、びっくりした。うわー、テストか、やだな。でも頭いいからいけるんじゃない。うん、ギュッ。いや、他の人のやつどうする。あ、ね、ちょっと、なん、ん、魂魂ゲットしちゃった。え、こっちの子は、あ、ゲットした。これ頭良さそうな子は何。
もう出てきた。これさ、ちょいさせればいいんじゃない。おお、でこれでスタート。ん、あそうなるんかい。じゃあ点数悪いわ、0点や。あ、消しゴム触って落ちた。ん、あ先生来た。あどうも。ん、あ先生触って倒れた。これ先生だった頭いいんかな。どうじゃ。おお燃えとる、やる気まんま。これ0点だったら笑おう。何点やろ。ん、おお100点きた、成功。ん、なんか急にスカイダイビング始まった。おなんか、なんか飛んでる。なんかめっちゃ飛んでる。羽。おお天使の輪か。おお、なんかここに紐がある。なんだろう。とりあえず天使になってみよう。おお、これで、え、天に召されたってこと。ダメじゃん。ってことは羽じゃないんだ。途中の風呂敷とか使うパターン。おお頑張って飛んでた。羽はいらないかな。でここに紐あるんよ、下の方に。ってことは、え、これだと足りないんじゃない。あ足りなさそう。あーちょっと待って。おおどうしよう。スカイダイビングの文字のとこ、おーちょっと待って、風呂敷ゲットして、もうスカイダイビングの文字のところに紐あるわ。ってこと、おお、あこれでいい、こんなのでいける。開けてるわ。いけるんやね、それで。あ着地も普通にできたわ。あすごいな風呂敷。てってねー、あとバレンタインデッカ友達めっちゃ人気ある。ちょっと待ってて、ピア、これで右側いけますな。お、どう君もらった？あ、なんかメガネ取っちゃった。いらね。こっちの女の子はなんもないね。窓はなんもない。あ、なんかあるかな。お、ヒゲゲットした。で、メガネかけてヒゲつけても別に変わらんやろ。男の子なんかある。あ、帽子取った。お、お腹鳴ってる。お腹減ったんか。これ男の子につけたらさ、ダサってならん？あ、なった、やった。へぇ、クッシュクッシュ。え、そっちの女の子いいな。ん？え、くれるの？ごめん、わだって、ありがとう。お、VR ゲームやってるじゃん。とりあえずトレーションなの見てんか。絵の具とりあえず。本は？ん？ヌライム。世界で一番弱いモンスター。飯に弱い。こっちは？あ、お母さんおるじゃん。あ、お湯沸かしている。お湯沸けました。何これ？マニキュア？ゲッター？あ、下にあった洗剤かな？あとはなさそうなので、ゲームスタートしてみましょう。ヌライム。勇者弱くない？ HP1 しかないじゃん。道具ある？ぬめった液。使ってみよう。何も来らんのかい！合成は？レシピ持ってない。レシピどこへゲットするんです？ヌライム持ってる？あ、あるらしい。じゃ合成しましょう。洗濯用剤、これ。ぬめった液は、あ、さっき道具で見たな。とりあえず、お湯と色。色ってさ、青色とピンクあるけど、多分ピンクだよね。メッシュに弱いって書いてあったから。あ、ぬめった液手に持ってるやん。これで合成すると、いいアイテムゲットできるんかな。え、モンスター作れる？あ、作れたわ。はい、どうぞ。あ、ゲート行った。宝箱を結構した。クリア。え、結婚式？あ、女の子。あ、もしかして結婚するってこと？あ、違う、友達かよ。ラッキーボーイは。ここほじワンワン。あ、これバラ集めていくんだ。バラ他持ってる人いる？後ろのこれもね、出てきたもんね。なんもないな。これはヘビ。あ、捕まえていった。バラ発見。でもう一個あったもんね、ここに。で合体はしない。これ水。お、あー女神様、どうもどうも。ん、あと一個あるんかな。あ、新郎のバラを奪うっていうこと？あ、武器になった。これを届けるっていうことかな。届けない。あ、じゃあ直接渡そう。あ、武器としてね。キューン、スポッというわけ、ゲッター。あ、そんな気はした。ん？え？え？どうぞ。あにゃんま、ヒュー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 、ありがとうございました。